ファーストフルアルバム n o チ、2 0 2 4年9月23日発売 CD まっすぐ予約注文してください8月23日23時59分までのご注文は発売日のお届けとなります2024年9月23日待ちに待ったナンンバーーアダラインアイのファーストフルアルバムー o チがついにリリースされますこのアルバムはファンにとって大きな期待を寄せられており 発売前から多くの予約注文が殺到しています。私はこのニュースを聞いた瞬間に予約を完了し、今か今かと待ち望んでいる一人です。このアルバムのリリースは、ナンバーアンダーラインアイの音楽キャリアにおける一大イベントであり、ファンにとっても特別な瞬間となるでしょう。発売日の9月23日に間に合うように予約をした多くのファンは、 ソーシャルメディア上で興奮と喜びを共有しています例えばあるファンはテストに出るくらい大切なことなので「予約済みです」とコメントしその期待感を表していますまた他のファンは「フルアルバムにはソロ曲とか入っちゃったりするのかな」「楽しみすぎます」と新曲に対する期待を隠せませんこのように多くの人々がアルバムの到着を心待ちにしており その喜びを分かち合っています。ナンバーアンダーラインアイのファンは彼らの音楽だけでなくそのビジュアルにも大いに魅了されていますリリース前に公開されたアルバムのジャケット写真は「かっこよすぎでしょ」と大絶賛されています特に「ナンバーアンダーラインアイかっこよすぎでしょ」「昨日に戻っても仕方ないあの頃の私は別人だから」「バッチリ予約済みです」 というコメントからはファンの心境の変化とともにナンバーアンダーラインアイの影響力がうかがえます彼らの音楽とビジュアルはファンにとって単なるエンターテインメント以上のものであり自己表現やアイデンティティの一部となっていますアルバムノーイチのリリースは音楽業界全体においても大きな話題となっています特に 音楽ストリーミングサービスや SNS での拡散が期待されています多くのファンは「発売日が楽しみです」といったコメントを残し彼らの新しい音楽をいち早く聴くことに対する期待を高めていますさらに「昨日予約しました届くの楽しみです」というコメントからも分かるように予約を完了したファンたちはその到着を指折り数えて待っていますこのように、 多くのファンがアルバムのリリースを待ち望む中ナンンバーアンダーアダラインアイのメンバーもその期待に応えるべく全力を尽くしています彼らはファンとのコミュニケーションを大切にしリリース前から SNS や公式サイトを通じて最新情報を発信しています「予約完了済みですスパーク」というコメントが寄せられるたびにメンバーは感謝の気持ちを忘れずにいますこののようなファンとの絆が、 彼ららのの音楽をさにに特別なものにしていますアルバム「n o 1には彼らの過去のヒット曲だけでなく新たな挑戦を感じさせる楽曲も収録されています特にソロ曲やコラボレーション曲が含まれているとの噂がファンの間で飛び交っておりその多様性に期待が高まっています アイム・ルッキング・フォワード・トゥ・ヒアリング・ファット・カインド・オブ・ソング・イット・イズというコメントからも分かるように各メンバーの個性がどのように表現されているのか楽しみですまたアルバムのリリースに合わせて特典付きのブルーレイやキーホルダーなどのグッズも発売される予定ですファンはアルバムはもちろんですがブルーレイキーホルダーも楽しみに待ってますといったコメントを寄せており これらの特典ににも大いい期待していますこうしたグッズはファンにとってアルバムとともに思い出を共有する大切なアイテムとなるでしょうさらにナンバーアンダーラインアイの単独公演も盛況のうちに終了しそのパフォーマンスに感動したファンが続出しています「単独公演お疲れ様でした」というコメントが寄せられる中でファンは次のライブツアーにも期待を寄せています 特に有明ア,ア,アリーナでの演出が「盆の演出かっこいいです」と絶賛され今後のライブでもその演出がどのように進化するのか楽しみですこのようにアルバム NO1 のリリースは n バーアンダーライ No.1 にとってもファンにとっても大きな意味を持っています彼らの音楽は単なるエンターテインメントにとどまらずファンとの強い絆を築き上げています これかららも彼らの活動を追い続け次々と新しい挑戦を見届けることが楽しみですそしてアルバムのリリース後にはどのような評価が寄せられるのかファンの反応が非常に楽しみです多くのファンがこのアルバムが私たちの期待を超えることは間違いないと信じておりその予感はますます強まっていますああ最攻撃かっこよすぎてやばいです かっこいいというコメントからもその興奮が伝わってきます最後に私たちはこのアルバムを手にした瞬間を迎えるまでさらに期待を高めていきましょうそしてその音楽に浸りながら n o ア i のこれからの成長と新しい挑戦を応援していきましょう皆さんはどの曲が一番楽しみですかまたたアルバムを手にした後 どのよううな感想を抱くでしょうかぜひその喜びを共有しさらなる音楽の世界を一緒に探求していきましょうある夏の終わり音楽が小さな蝶を包み込んだそれはただの音楽ではなく心に深く響くメロディーで誰もがその魅力に惹かれていた2024年9月23日待望のファーストフルアルバム「ノー o チが発売される このアルバムは単なる音楽集ではなく、時を超えた物語であり、情熱と革新の象徴だ。数多くのファンが予約を完了し、その到着を心待ちにしている。予約開始の発表があると、瞬く間にソーシャルネットワーク上で話題となり、ファンたちはその喜びを隠すことができなかった。昨日に戻っても仕方ない、あの頃の私は別人だからというコメントが示すように、 このアルバムは単に新しい音楽を紹介するだけでなく聴く人々に変化をもたらし新しい自分になる機会を与える特に人君が担当するという「稲妻マークの歌」にはファンからの特別な期待が寄せられている彼の楽曲がどのようなサウンドを持ちどのように聴き手の心を動かすのか予想を超える何かが待っているのではないかという興奮がある アルバムのプロモーション写真は、その革新性とクリエイティビティの豊かさを如実に表している。盆栽 LED の写真や、ボン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 のキャッチーなフレーズなど、音楽だけでなくビジュアルアートの面でも革新を遂げている。これにより、ファンたちはただ音楽を楽しむだけでなく、視覚的な美しさも同時に楽しむことができる。 アルノー1はただ」の音楽アルバムではなくある種の革命だそれは新しい時代を象徴し未知の領域への扉を開く鍵となるこの作品を通じてアーティストたちは自身の限界を超え新しい表現の形を探求し聴き手に未知の経験を提供するしかしこのアルバムがただの成功作に終わるのか それとも新しい音楽の地平を開くきっかけとなるのかはまだ誰にもわからないファンたちの手に渡り世界中でその響きが鳴り響いた時その答えが明らかになるだろう今私たちはただその瞬間を心待ちにすることしかできないさてこの音楽的冒険が私たちに何をもたらすのか想像してみてはいかがだろうかノーイチのメロディーは」 新しい世界への扉を開く鍵となりうるのかそれとも音楽の海にさらなる波紋を投げかけるに過ぎないのかそれは時間が教えてくれるだろうあなたはこのアルバムから何を見いだすだろうかもしかすると全く新しい自分自身かもしれない